こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。プレステ5を起動したわね。せや。今回は？あ、また、いかついおっさん。今は、竜河如く7ガイデンが入っているが、竜河如く8に入れ替えるぜ。はいよ。これは、キャプチャーボードで録画した際に、画像と音声がずれることがあって、このオープニングは、修正がやりやすいんで、うぷ主毎回入れてるぜ。永瀬玲子が見たいんじゃないの？あ、変わった。どっちにせよ、いかついおっさんが多いわね。まあ、うぷ主がこの手のゲームをやるわけないんで。今回はミニゲームの、バーチャファイター3チームバトルね。その通りでございますー。うぷ主が、公開した、取り消す版の HDMI 接続に、アップスケーラーを挟んだのとは違うの？それが、かなり違うんだな。最近、ゲーセンで稼働している。バーチャファイター3チームバトルオンラインと同じと思っていいぜ。じゃ、微妙に評判が悪かった、元気が手がけた。移植より完璧な移植になったのね。そうだな、ゲーセンの筐体を思い出すぜ。竜河如くスタジオが関わったら、他のミニゲームも、サターンドリキャスプレステ2プレステ3版より、より完璧な移植で、綺麗で、何より、プレステ5で遊べるのが便利だな。そうね、最近うぷ主、プレステ5ばっかり遊んでるね。そろそろ、竜河如く8の、ロード画面だぞ。ゲーム自体は、ゲーセンで遊ぶお金を稼ぐために。街でチンピラと戦う以外は、うぷ主、ほぼ、ゲーセンしか行っていないので、いっぱいセーブしているが、ほとんどゲーセンだな。うぷ主、ほんと、ミニゲームをするためだけに。このソフト買ったのね。そうだな、はい、ゲーセンでロードだ。もうすぐ、春日一番くんがゲーセンにいるぜ。最近はない、ブラストシティが並んでいる光景だわ。こんな光景が懐かしいぜ。バーチャファイター3チームバトルが並んでいるわ。ちなみに、一緒にいるおっさんは、安田健だぞ。ほう、渋くて面白くて、好きよ。春日一番くん、そろそろ、やろうぜ。やる気になったかな？早く、100円入れようや。当然、遊ぶを選択だ。暗くなった、あ、ブラストシティの画面ね。この、最新の竜河如く8では、画面の比率が違うと、左右が空いてしまうのと、上下も開くようになっている。ブラストシティの画面らしくしているのかな？これはこれでいいんだが、うぷ主的には。左右は仕方ないが、上下はいっぱいまで広げたいわけだ。うぷ主は、大きく見たいのね。なので、上下いっぱいまで拡大する。お、拡大された。ま、この方が、大きくて見やすいよな。その分、左右のブラストシティのスピーカーが、小さくなって、何かわからなくなったわね。確かに、うるさい感じだし、真っ黒にしたいくらいだが、うぷ主は、アルモンを両端に貼り付けたぜ。アルモン？オープニングの最初に戻って、貼り付けるぞ。どうや？あー、はいはい、これね。いいんじゃない？それだけ？
バーチャファイター3チームバトルオンラインをやった人なら、みんな思いつくわよ。まあ、ええわ。で、ここに、現在チームバトル云々と文字が出るぜ。そうね、取り消す版じゃ出なかったわね。自然変更機能搭載の文字も出るようになったね。これも、取り消す版より、正確な移植だな。うふむし、もう、ネームエントリーしてるわ。バーチャファイター3が稼働した当初は、うふむし。ゲーセンの筐体を片っ端から、こんなにしていたぜ。あの頃、うふむし、今より暇だったからね。まあな、働いてはいたがな。うふぬしがキャラクターセレクト画面に入ると橋が変わるぞ。はいはい、よくできました。パイで戦うと、さらに橋が変わるぜ。はい、よくできました。それだけかよ。最初は、ドローのステージね。取り消す版に比べて、違いがわかりやすいステージと、違いがほとんどわからないステージがあるんだが、このドローステージは、かなりで明るいと感じるな。取り消す版は、時間帯が遅い設定なのか、結構、画面が暗かったわよね。背景も増えてる？背景は、全部というかほとんどのステージで増えてる。ま、増えてるというか、取り消す版では省略されてたのが、正確に移植されたんだろうな。なるほど。それで、このステージは取り消す版より明るいが、やっぱり夕方の設定らしく、キャラがセリフを言うときに、そこから夕焼けが当たった感じになって、少し赤くなるんだな。それで、最初に明るくて、妙に赤いなーって感じたのね。そうだな、最初からずっと夕日が当たって、赤い感じがするステージだな。おお、勝ったから、リプレイの次はセリフね。確かに夕日が当たって赤いわね。次は、うぷぬし大好き、地下鉄ステージね。ここは、まだ、この忍者ごとく8番をやる前に、平戦で、バーチャファイター3チームバトルオンラインをやって、始まってすぐ思ったんだが、ここって、中央の階段上の、掲示板から始まるよな。あ、そういや、そうよね。それが、ちゃんと文字が読めたんでビビったぜ。取り消す版に HDMI 接続、アップスケーラー挟んでも、ぼやけて、はっきりしていなかったわね。それが、この忍者ごとく8番では、はっきり読めるんだな。そうね、今も読めるわ。それに、上下線の側面の広告も同じく、文字も読めるし、絵もはっきりしてよくわかるぜ。確かに、こんな広告だったんだって感じね。それに、走り去る地下鉄の車内の、振り川も、よりはっきり見えるぞ。あ、見えるわ。恐るべし、ユーガごとくスタジオ。恐るべし、ドラゴンエンジンって感じだぜ。ほんとにそうねー。ほんと、はっきり見えて、読めるわ。あなたには空腹が足りないわ。次は、リオンの図書館ね。このステージは、取り消す版でも、移植度は高いから、各要素がより、はっきり、すっきり、見えるようになった感じだな。そうね、はっきり見えるわね。ところで霊夢、画面の両端に貼った部分なんだが、だから、いいんじゃないの？いやいや、もっとよく見てくれよ。だから、いい感じだって。私の方の、タイの顔がある下の部分だ。外側から、青いヘッドホン、カード、セガサターンの、コントロールパッドみたいな絵が並んでるだろ。あ、四角いのが、3つ並んでるわね。だろ？なんか思わんか？はぁ、一番内側のコントロールパッドが、少し、ゲーム画面にはみ出しているくらい。そうや、そこや、そこまで再現したんだぜ。そんなん、コントロールパッドの四角を切り抜いて、上から貼り付けたらええんちゃう？その通りなんだが、もっと、感心してくれよ。はいはい、よくできました。あなたには空腹が足りないわ。次は砂漠ステージね。この砂漠ステージはな、当然はっきりすっきりしているんだが、それ以外は砂漠だから、ドリキャス版と変わらんかな。まあねー、構造物がないからね。
緒かもしれないが、なんか複数が多いような。私には変わらないように見えるわ。あなたには空腹が足りないわ。ほとんど言うことはないな。ファイト、そんな感じね。全然と言っていいぐらい、龍が如く8番と関係なくドリキャス版でも同じだが、このステージ4のこれまた、アンジュレーションがほとんど関係ない。それに、リングアウトすら存在しない、砂漠ステージで相手が、ウルフ、ジェフリー、ウルフってのはうつ虫カラスや、楽勝すぎてつまらんくらいだぜ。あなたには空腹が足りないわ。そうだろうね。何にせよ、このジェフリー、ウルフのミケラは虫からすれば、絶対負けないくらいなんだが、なんとなく、ドリキャス版より、龍が如く8版の方が、ちょっと、同じ難易度でも倒しにくくなった気がするぜ。微妙な調整が入ったのかしらね。かもな。あなたには空腹が足りないわ。次はジャッキーステージね。ここは一目で食度の違いがわかるぜ。そうなん。そうは言っても、結局全部のステージに当てはまる。はっきり、っきりして、細かい部分までよく見えるって。範疇の差なんだろうがな。そう言われてしまえば、そうなんだけど具体的には多分、ステージに一番近いと思われるビルの窓だ。あの、黄色っぽく光っている窓ね。ドリキャス版でも、黄色っぽく光って、なんとなく窓の中が何かはわからんが、見えていたが、龍が如く8番は、窓の中が何かわかるんじゃないか？くらい、はっきり見えるな。ま、実際は何かまではわからんが。あなたには空腹が足りないわ。確かに、そうねー。他の窓も綺麗に見えているしな。それと、ドリキャス版に比べて、リングアウトたちが、やりやすくってか、結果的になることが多くなったような。うつ主、リングアウト大好きだから、いいんじゃない。うつ主、悲鳴を上げながら落ちていくのが大好きだ。落とせなかったな。あなたには空腹が足りないわ。次はジェフリーの島ステージね。まあ、このステージも砂漠なんかと同じで、綺麗にはっきり見えるくらいで、あんまり変わらんかな。海の上の小さい島だからね。やっぱり、うつ主、ジェフリーは得意だな。あえて言えば、やや明るいか？あなたには空腹が足りないわ。次は、アキラに連発ね。うつ主、アキラも意外と得意だよな。いつも、パンチとダウン攻撃だけで倒してるわね。ま、大技食らうと、理不尽にゲージが減るがな。2回食らって、受け止めやん。うつ主、油断した？疲れてる？言われちゃった。うつ主、振り出しに戻ったぞ。いつものダウン攻撃が入らないわね。うつ主、あかんな。ダウンさせてもダウン攻撃入らんぞ。また食らってる。勝てるのか。なんかギリギリ勝ったわね。あなたには空腹が足りないわ。またアキラだぞ。ここで勝って、次行けよ。アキラ、エスケープ。やった、ダウン攻撃入ったわ。よく嫌うなぁ。うつ主、大丈夫？ダウンさせても、ダウン攻撃入らん。また入らん。ああ、食らったぁ。ダウン攻撃、またまた入らん。で、またアキラに負けたわ。もしかして、ドリキャス版から調整入ってるん？今度はダウン攻撃入った。ダウンさせてー。ダウン攻撃入った。決定、エクセレントバッチ。10年早かったわね。またアキラやー。もうアキラはいいぜー。なんか、ずっとアキラと戦ってるわね。当たらんし、また食らってるし、リングアウトしないでよ。相変わらず、ダウン攻撃入らんし、痛そう。あれ、勝ったな。
あなたには空腹が足りないわ。アキラに分かったし、このステージはどうなん。ファイト2レディーゴー。過去3ステージと同じで、取り消す番で移植度は高いから、すっきり綺麗になったくらいだな。窓の外の景色がもっとはっきり、明るくなってもいいように思えるが、ほとんど変わらん感じだしな。取り消す番を移植した、元気が頑張ったのかな。そういや、はっきり掴んで奥の壁に名前の掛け札が左右にあるなぁと取り消す番では見えていたが、ユーザーごとく8番ではその間に赤い枠の出入り口がはっきり見える。取り消す番で確認したら、暗くて言われのわからんいのがあったわ。ファイナルステージは、ウプ主大好きパイステージね。ファイト1レディーゴー。ファイナルステージで、パイ、ジャッキーに連発はやだなぁ。ステージは、ジャッキーステージと同じで、戦ってる向かいの建物の窓の中が、はっきり見えるようになったな。ジャッキーも見えたわ。あとは、お約束の看板の文字が読みやすくなったな。KO! あ、ウプ主、リングアウトさせた。ここから、ジャッキーに連発ね。嫌すぎるって言ってたら、いきなり突っ飛ばされる。ウプ主、反撃。お、ダウン攻撃入ったやん。もう一発、ダウン攻撃入ったぜ。今になって、入るようになったな。ウプ主、勝ったわよ。いつもの、ウプ主の戦い方だな。あなたには空腹が足りないわ。ついでに、もう一回勝っちゃえ。ファイト3! どうかな？一進一退って感じだな。ゴブゴブね。ダウン取って、ダウン攻撃また入った。ダイロー。お、ダウン攻撃どんどん入るわ。ウプ主、勝った。あなたには空腹が足りないわ。ボーナスステージね。このステージはどうなん？取り消す番より少し明るくて、あとはいつものくっきり、はっきり、綺麗なくらいかな。スラル、リングアウト。あなたには空腹が足りないわ。それより、龍が如く8番は難易度にかかわらず、倍に関してしかわからんが、スラルに勝ちやすいな。今まではそんな感じね。なんか、負ける気がしないんだよな。あ、またリングから押し出して、勝っちゃった。あなたには空腹が足りないわ。取り消す番では、ウプ主、何回かに1回は負けてたな。ウプ主はいつものワンパターンの戦い方だから、ジュラルを弱い仕様にしてあるのかな。考え方が変わって、ボーナスステージは本当のボーナスのステージにしたのかな。日本語で言う、そうよね。まあ、ウプ主勝つわよね。あなたには空腹が足りないわ。エンディング。エンディングも画像が、はっきり、くっきり、綺麗になった。くらいで、あ、当たり前だが文字もはっきりして、読みやすくなってるわな。でも、違いははっきりわかるわ。それと、あえて言うと、これも当たり前だが、クレジットが、特に後半結構変わったな。取り消す番にあった、元気とアミューズメント2件のクレジットがないぜ。そうなるわね。サンキューフォープレイングは、やっぱりあるわね。セガの、誠意を感じるぜ。だから、セガを応援します。ネームエントリー画面。ま、砂漠ステージだし、画像も綺麗になって、当然、文字も読みやすくなったな。特に、水色の箱の中の文字が綺麗に見えるわ。取り消す版に HDMI 接続、アップスケーラーでも、最初の緑の丸い枠の中の、白い G の文字が霞んでたもんね。ああ、そうだったな。よし、終わったぞ。ゲームオーバー。じゃあ、そろそろ、ゲーセンに戻るか。あの、確か、横浜？のゲーセンね。そうだぜ。
帰りましょう。タッチパッドを押すと、この画面に入りやめられる。中断を選択すればいい。しつこく確認されると、間違うぜ。結構、確認されるわね。あ、戻った。まだいけるね。で、少しだが龍が如く8番と取り消すの、これまた。よりによってコンポジット端子からの録画を並べたぞ。どっちが、どっちかは見比べたら、すぐわかるね。いつか、もっとちゃんと比較の画像を作りたいが。キャラが動く画像なんて、結構難しいぜ。そうね、全く同じ動きの画像を並べるのは無理ね。こうやって見ると、もちろん龍が如く8番が綺麗だけど、コンポジット出力の取り消し版も、味があるわ。見えてるぜ、当時のブラウン管テレビは、こんな感じだよな。ちなみに龍が如く8番で、ゲームのオープニングになると、横向きに、ブラウン管の操作線を模したと思われる。横線が入れられてると、すぐ気にならなくなるがな。何がかな、なんとなく落ち着くわよね。うくにしが当時、見ていた画像に近いんだろうな。龍が如く8番、綺麗って落ちのはずが、コンポジット出力が落ち着くって反対の落ちになったわ。いろんな電気機器が激変する時代を見てきたってことだな。うく主も、年を取るはずだわ。これから画面の比率が4対3のいわゆるレトロゲームは、こんな感じで、生き残っていく道もあるってことね。まあ、こういうやり方もありだな。か、今の常識で想像できないようなことになるかもな。今もほとんどスマホだし、モニター見ながら、鬼のようにコントローラーでやる時代じゃなくなるかな。可能性はあるな。VR も、今のままじゃどうなるかわからないわね。もっと手軽に、それに場所を取らないようになってほしいぜ。まあ、その頃は、うぷ主なんかゲームできない。体か、諸事情になっていそうね。もう、今当時レトロゲームを最新作でやった世代は、あと、2、30年もすや、絶滅ってか死んでるぜ。うぷ主も含めてね。それでも、若い世代の中には当時もんの。古いハードをジャンクでいっぱい買って、その時代時代のパーツで直して、かつ綺麗に。モニターやパソコンに映す、変態くんたちはいるんだろうな。いつの時代もいるよね。うぷ主、サバの陰から応援するぜ。今回の龍が如く8番は、いろいろ考えさせられたわね。特に、取り消すを HDMI 接続にアップスケーラーなんて。やってる、うぷ主も考えさせられたぜ。終わりましょうか。そうしよう。今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。ゲームオーバー。